3人の皆さん、ようこそ。いいですね。本当によく立っていただきました。そしてよく戦っていただきました。私からも心からお礼を申し上げたいと思います。毎日人が亡くなってます。裕一郎君もそうです。親友中の親友でした。でその中を心を折らずにすぐに頑張ってくださいました。今も医療につなぐことができずに亡くなっておられる方々がおられます。子供たちの貧困もう行き着くところまで行ってます。昨日我が党の代表の枝野さんの質問に対して、雇用は失業率はなんて話をしてますが、失業の中身どうですか、雇用の中身どうですか、若い女性の皆さんが雇用の調整弁にされてる、宮口さんのところに行った時にそれを宮口さんに伝えてくれ、宮口さんが国会に行くことによって私たちの代わりをしてくれるんだ、そういう声でありました。松木さんのところはまさにあの大臣室でお金をもらってたその補欠選挙です。もうとんでもない政治とお金、腐敗に腐敗を重ねてます。私たちが戦わなきゃいけない。昨日も麻生さん知ってたじゃないですか。いつ知ったか山野井さんに答えられないぐらい昔に知ってたわけですよ。赤木ファイルのことも今日もヒアリングやりましたけども、全く嘘でだらめ、答えを差し控えさせていただきます。こういう腐ったものを一緒に変えていきましょう。もうこれで最後にしますが、あのワクチンチームの方もですね、あれ1万人根拠全くないですね。それから1000の自治体が7月までに終えるだろうなんていうのもこれ根拠はありません。根拠がないということが分かりました。アナザーパンデミックがもうスタートしてます。国民の命と暮らしを守るために団結して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。